例えば1台しか通れない道路に両側から車が来た場合、互いに譲り合うといつまで経っても通行することができません。このように排他制御のかかり方によってはいつまで経っても処理が終わらない現象が発生しうるのです。排他制御とは、現在使用中の資源をロックすることで他のプロセスが使用できないようにすることです。もし排他制御を行わないとデータの整合性が取れないケースが考えられます。そこで現在使用中のファイルをロックして、そのファイルを使おうとしている他のプロセスを待たせることで整合性を確保しているのです。ただし排他制御も気をつけてかけないと、2つのプロセスが互いに相手の終了を待つという結果になります。例えば A というプロセスが A というファイルを開き、 B というプロセスが B というファイルを開いたとします。ここで A というプロセスが B というファイルが閉じるのを待ち、また B というプロセスが A というファイルが閉じるのを待つと、2つのプロセスは永遠に待ち状態となります。この現象をデッドロックと言い、デッドロックが発生するといつまで経っても処理が終わらないのです。オペレーティングシステムによってはデッドロックが発生していないかどうかを監視する機能を持つものもあります。ただしデッドロックが発生したなどの理由でプロセスに待ちが発生してから一定時間経過後にプロセスを強制終了させるということしかできません。一定時間経過しても処理が終わらなかったり、返事が返ってこなかったりする現象のことをタイムアウトと言い、タイムアウトした時に強制終了させることで一応解決します。ただし、本来はプログラムを作るときにデッドロックを起こさないように気をつけるべきなのです。先ほどの例の場合、ファイル A、ファイル B の順に開くというルールにしてしまえば、そもそもデッドロックが発生しないのです。なぜなら、最初にプロセス A が2つのファイルを使って、プロセス A が終わった後、プロセス B が2つのファイルを使うからです。プログラムを作成するときに、どのファイルから順に開くかを統一しておくことで、デッドロックを防ぐことができるのです。つまり、デッドロックとは、ファイルなどの資源が競合し、永遠に処理が終わらなくなる現象のことで、例えば A というプロセスが A というファイルを開き、B というプロセスが B というファイルを開いたとします。ここで A というプロセスが B というファイルを閉じるのを待ち、B というプロセスが A というファイルを閉じるのを待つとデッドロックが発生します。本来デッドロックはオペレーティングシステムが解決する問題ではなく、この例の場合両方のプロセスがファイル A からファイル B の順に開いていれば解決することができるのです。